まあ、吉田といえばこの45度のシュート、このシュートがもう特に得意、極意を教えてもらおうと思います。これ何を意識してトラップしてシュートまでっていうのを自分の届く場所に置くボールはここに止める。僕はボール触れるから取り来れない、これないだからコース切る、コースを切る、指で蹴るんですけど、この指の間ぐらいで上に押し上げる、それを外から回転しながら落ちて、この自信ある形で点が取れる、うん、これずっと練習した、ずっとこのもうここからここからもう本当に自分の膝が顔面に当たる、バーンって当たる時もあるんだけど、うん、それを意識してましたね、常に。怖さはあるんですけど、うん、これができるようになれば絶対武器になる、絶対武器になる、絶対武器になる。